タイムオーバーとなった競争場タイムオーバーとは競馬の競争において競争場が1位に入選した馬から一定の時間を置くか制限時間を超えて決勝戦を踏破すること。またその競争場に対して一定期間の出走停止処分を課す制度のことである。中央競馬では調教不十分な馬の出走を防止し、 立て直すための調整期間を与えるとの理由で、サラブレッド系の平地競争を対象に1973年から実施されている。当初は1着場の走破タイムから、芝コースでは4秒、ダートコースと砂コースでは5秒を超過した場合に、タイムオーバーとされた。2003年より、距離別に区分され、2012年は、芝コースの場合、距離が1400メートル未満ならば3秒、 1400メートル以上2000メートル未満ならば4秒、2000メートル以上ならば5秒と設定されており、ダートコースの場合はそれぞれ1秒増しとなる。2005年夏以降神話戦では政権が緩和され、周期競馬における3歳未勝利戦では政権が強化される。2019年の変更では、距離区分が芝コースの場合、1400メートル以下ならば3秒、 1400メートル、超2000メートル未満ならば4秒、2000メートル以上ならば5秒となった。また、制限が強化されていた、周期競馬における3歳未勝利戦が廃止となった。日本の競馬の競争体系平地競争も、参照国際招待競争、コースレコードタイムが更新された競争、及び障害飛び越しの失敗による影響が大きい障害競争には、 タイムオーバーは適用されない。国内の平地重傷競争では2019年より、未出走馬及び未勝利馬が出走した場合に限り、タイムオーバーが適用されることとなった。タイムオーバーとは別に、タイム失格制度があり、走破タイムが3000メートル以下の距離で5分、3001メートル以上で7分を超過した場合失格となる。平地競争に出走し、 タイムオーバーとなったスプリングゲント3週間後に、中山大障害に出走した1973年の導入当初は、一律1ヶ月の出走停止処分が課されていた。2002年より未勝利場に対する制裁が強化され、2012年現在は、未勝利場のタイムオーバー1回目は1ヶ月、2回目は2ヶ月、3回目以上は3ヶ月、それ以外は一律で1ヶ月の出走停止となる。 制裁は競争の翌日から適用される。ただし競争中の疾病や競争中に束の影響を受けて遅れて入選した場合などで、採決委員がやむを得ないと認めた場合には、出走停止処置を行わない場合がある。例として、2010年1月11日の中山刑は第4競争における9等落馬事故で落馬に巻き込まれて遅れて入選した南ビクトリーは、 タバの影響を受けたとして、出走停止処置を免れている。こうした、例外措置は2000年6月より、成績表に記載されるようになった。上記の出走停止措置は、平地競争のみに適用され、平地のタイムオーバーで、出走停止中の馬も障害競争には出走できる。タイム失格の場合には、上記の制裁は適用されない。後の有馬記念勝ち馬大優作は、 初戦で勝ち馬から遅れること13秒という惨敗だったが、当時の規定により、初戦馬はタイムオーバーの適用を除外されていたため問題はなかった。しかし2戦目も勝ち馬に7秒3遅れ、その際には出走停止処分を受けた。詳細は、大優作4歳から5歳を参照2018年3月4日の弥生衣賞では、未出走馬へ B タンクが出走し、 走破タイムは2分23秒9で大差の再開で入選。一着ダノンプレミアムから22秒9、ブービーの浅草スポットからは20秒7も離された。春のクラシック競争のトライアルには未出走、未勝利場も出走可能という番組規定によりこの挑戦ができたもので、なおかつ平地の重賞競争には従来タイムオーバーが適用されてこなかったが、2019年から、 平地重症競争であっても、未出走馬、未勝利馬が出走する場合、その馬に限ってタイムオーバーを適用すると制度を改めた。詳細は、ヘビータンクや良い将でのデビュー及び、新馬中央競馬を参照大井競馬では、距離別に制限タイムを設け、その制限タイムを超えて入選した馬が、また設けられていない距離の競争では、著しく遅れて入選した馬が、 タイムオーバーの対象となる。タイムオーバーの対象となった馬は、2歳馬は3、開催。3歳以上の馬は5開催。出走することができない。制限タイム、編集なお特別指定競争は、その競争の出走等数が9等以上の場合は、8着馬の総波時計から8等以下の場合は、5着馬の総波時計から、日本中央競馬会の基準が適用される。 詳細は、タイムオーバー中央競馬を参照詳細はエイ競争タイムオーバーを参照。その他、愛知県競馬組合、笠松競馬場などで導入されている。ありがとうございます。